皆様こんにちは、モーセ姫です。今日はお知らせ、告知があって今動画を撮っています。はい、昨日インスタをフォローしてくれてる方にはクリスマスプレゼントということで、こういう内容だけするよっていうことでお伝えをしているんですけれども、今改めて動画で撮ってお伝えいたします。まず、はい、新年に入ったらですね、はい、モーセ姫が絵馬を書いてきます。2名様にはい、そしてその絵馬に書く内容なんですけれども、お名前、フルネーム、そして住所、市や区まで教えてください。そしてね、絵馬に書くお願い事を一文で書いていただければと思います。このね、絵馬書いてきますプレゼント2名様、まずね、これを募集させていただきます。そしてね、はい、それと同時に今度は絵馬を書くときに、はい、一緒にね、新年のお願い事ということで神様に伝えてきます。はい、まず必要な情報、あなたのお名前、ニックネームで OK です。うん、ニックネームで OK です。そして住んでるところ、うん、市や区までで OK です。そして神様にお願いするお願い事、シンプルに教えてください。そしてね、モーセ姫、私へのメッセージもお願いいたします。募集はインスタの DM のみです。今回はインスタの DM のみ。そして締め切り日時は2021年の12月30日 PM22時までです。はい、 OK でしょうか。まあ、このね、絵馬の方も、この絵馬の方もこちらのね、よいしょ、新年のお願い事も、はい、どちらも、うん、どちらもインスタの DM のみ。そしてまあ、日にちも同じ締め切りです。12月30日の22時までです。で、まあ、絵馬をね、書いてきてほしいっていう方は、ね、絵馬も、絵馬プレゼントということで書いてください。そして、新年のお願い事の方は、新年のお願い事と書いていただいて、まあ、私がね、わかれば大丈夫です。はい、じゃあこの告知です。皆様からのね、ご応募お待ちしております。じゃあまた、うん、またこのこともそうですね、うん、大丈夫かな、うん、伝えれることは伝えましたね、うん、大丈夫ということで、皆様からのご応募お待ちしております。楽しみにしております。では良いお年、お過ごしください。モーセ姫でした。